節は1から4、1から3です、うん、1節か3節、うん、はい、さてお父様、FM ゲノムの開催協会連合の時間となりました。これからあなたが福音放送としての役割を私たちが語るときにどうか、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルの時間となりました、今日のお相手は久しぶりの荒垣博正です。はい、中野智子です、はい、そしてミキサーを担当していただきます。はい、FM ギノワンのまなみです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、大変ご無沙汰をしておりました。はい、お久しぶりです、はい、おかえりなさい。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、はい、どこに行ってたんでしょうかね、私は。はい、あ、にゃっこさんからもシャロンって、はい、はい、早速声もいただきましたね。はい、ありがとうございます。はい、昨日まで私は、実は選挙でありました。はい、私の本業は議員ですので、中城村の、村議会議員選挙がありましてですね、まあ務めを果たさなければならないんで、昨日は、投開票日だったもんですから夜遅くまでかかりました。はい、結果は、はい、当選です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あ、もうヒヤヒヤドキドキでありましたが、あ、はい、まあ、順番の枠の中にですね入れていただきました。本当にね、皆さんにはご心配をかけましたけども、うん、無事、4期目ですね、私は当選することができました。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、はい、で凱旋したもんですからね、喉がね少し、イガイガっぽい、声になってるかなと思うんですけどね、あの 5日間もう絶叫してきましたのでですね、実はあの智子さんの方にもね、手伝っていただいたんですけどね、はい、初のグイス嬢やらせていただきました。はい、楽しかったですか。楽しかったです、はい、はい、外で見るより結構大変でしたね。ああいう車に乗るっていう経験もないですよね、なかなかね。そういった意味では、いい、経験になったのではないでしょうかね、はい、はい、まあ、私たちはまだまだまた、知事選挙とかですね、いろんな選挙が議員には続いていきますので、うん、ありがとうございます。おめでとうございますといただきましたね。お子さんありがとうございます。それではですね、はい、今日もまたガラッと変えましてですね、はい、まあ、ハイサイ教会デビルの、モードに戻していきたいと思いますので、はい、今日の御言葉からまたご拝読していただきましょう、はい、今日は、新約聖書の第1ヨハネ4章の1節から3節まで、はい、じゃあ読みます、はい、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。
人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。はい、アーメン。ありがとうございます。今、読んでいただいた箇所ですね、これは、ちょっと後半の方にもねまた あるんですけども、真理の霊と偽りの霊の見分け方ですね、はい、それを丁寧にこの聖書箇所で解説しておりますね。これも単純明快に分かりやすく、解説してますね。まあ、その反対に、世の中にある、こういう教えというかな、いろんな話っていうのを、迷信と言いますよね、うん、はい、迷信ってどんなのがあるんですかね。迷信なんですかね。あれですか、例えばなんかお盆の時に海に行ったら、うん、あ、さっき話した一緒だ。あ、そうなんですね。そう引っ張られる、はい、うん、足引っ張られる、はい、はいはいはい、まあそういったものもありますよね、うん、まあ、これもやっぱり人々の知恵だったんでしょうね、はい、まあ、お盆の時というのは家庭が忙しくなるんで、うん、子どもたちを見てる間がない、うん、まあ、そういったものをやっぱり子どもたちだけで、海辺とか川辺に行くと危険ですよね、はい、で大人がもうほとんど目の届かないところで遊ぶ、危険箇所で遊ぶとなると事故が起こっても、助けることができないというケースがどうしても出てくると思うので、うん、はい、まあ、そういったものを注意するためにそういった子どもたち向けに話したんでしょうね、うん、これね、はい、あと夜口笛吹いたら ありますね、ねとかね、あと夜とか爪を切ったら とかね、親の死に目に会えない、はい、うん、言いますね、はい、でも調べてみるとやはりこと始めっていうのかな、はい、そういったものがあると思うんですよね。こういったものも結構調べてみるといろんな面白い、うんうん、ことの成り立ちっていうのかな、それがあって、割に面白いなっていうのがね、はい、知的好奇心っていうのが満たされるっていうことで、うん、すっきりするっていう人いますよね、はい、まあ、そういった私も結構大好きなんですけどね、はい、よく YouTube でも浦島太郎の、はい、伝説、これにも話な昔話っていうかな、おとぎ話なんだけど、やはりモデルがあるんじゃないかなっていうふうに、考えて、はい、追求していって調べていくっていう人もいるんですよね。これは何を題材にしてるんだろう、それに基づくやっぱり元となる話っていうのがあるんだろうなっていうのがあって、それを追い求めていくと、まあ、割に近いような話題に到達するとかね、あるいはまたロビンソン・クルーソーがある無人島に着いた時 の物語って言いますかね、そういったものも実際にこの島っていうのはどの島だったんだろうかとかですね、それを探し求めていく、それに証拠を見つけるということで膨大な時間を費やしてですね、旅をするっていう方がいたりですね、まあ、いろんなさまざまな、なんて言いますか、人間というのは、欲求があってですね、はい、そういった話題に、乗って、いろんなものを調べていくっていうのがありますけども、まあ、でも迷信というのはあまり深く掘り下げて考えないのがほとんどだと思いますよね。うん、はい、もう迷信だと当たり前に信じてしまう。そうですね。はい、そこから深くは考えないで、本当かなこれはとか、うん、いちいちそこまで疑い深く見ないって言いますかね、うん、はい。そういったのがあるかと思うんですけども、まあ、この世の中にもいっぱい、そういったものがあってですね。実はここに小冊子といいますかね、ちょっとしたまあ、本があるんですけどね、これ見えるかな、うん、迷信についてって書いてるんですね、タイトルがすごいズバリですね。まあ、表紙の中ね、はい、対岸とか仏滅とかね、友引きとか、日にちの吉凶、はい、方角、うん、時間、生まれ年、うん、日の間、仏壇、死者、墓、そして迷信はどのようにして作られるのかっていうようなものを事細かくですね、分かりやすく
こう解説した解説本なんですよこの本ね。へ、実は私たちが話すから、クリスチャンとか牧師が書いた本だろうなというふうに思う方がおられると思いますが、いやいやいや、これはですね、実はあの、まあ、数十年前ですかね、あの沖縄の有名なあの五穀寺のお寺の住職さんが、話した講演会の中身を、この書き記したものなんですよね。名前も書いてますね、名幸義明さん、お坊さん、有名なお坊さんらしいですね、沖縄では、はい、この方が、実はキリスト教会で講演したって書いてあるんですよね。はい、すごい面白い話ですね。面白いですね、はい、このお坊さんだったね、面白い方でね、教会で話するのは初めてじゃなくて何度かあるって書いてるんですよね。やってるんですね。だから非常に教会と私は縁が不幸ございますって書いてますね。はい、でやはり一緒になってあのお寺も、教会の皆さんもやはり迷信だけはちょっとね、みんなの力でね打破していかなければ沖縄文化はこう進んでいかないっていうふうにこう危機感を持ってこの講演会に臨まれたらしいんですね。だからこれは仏教だけの話じゃないよと、やはり一般の人たちもね、まあ、あの神とか何とか信じないっていうね無神論の人たちも含めて、これは沖縄の文化ではないよと、あるいはこれはもうはっきりと言って迷信なんだよということをですね、この講演会の中で述べたことなんですね。まず最初にあの日にちの吉凶ってね、よくありますよね、日取りをしなさいとかね、はい、例えば結婚式は、何日がいいのかなとか、新築する時の地鎮祭とか、はい、あるいはまた回転祝いとかね、いろんなあの節目節目ありますよね、はい、そういったのに、日取りって言いますかね、日にちを決めてそれに合わせて、なんて言いますかね、日取りを取ってもらうっていうね、うん、いうことをよくやられると思うんですよね。こういったのを、日にちの吉凶って言ってね、あ、それとまたもう一つは、はい、方角、先ほど最初も言いましたね、はい、東西南北ありますよね、はい、方角、それの吉凶、あとはあの時間、時間の吉凶というのがあってですね、まあ、こういったものは、何から来たのかなということをこの先生が丁寧に解説してですね、まあ、これ あのやはり元となるような、基準というのがありますよね。基準というのは要するに六曜って言いますね。六曜って聞いたことあります？聞いたことあります、はい、カレンダーにありますよね、はいはい、七曜っていうのは月火水木金土日のことですよね、はい、これは、七曜と言いますけれども、はい、六曜っていうのはあの要するに大安とか仏滅とかともびくとかですね、釈とかですね、あるいは千部千生とか、そういったものが、六曜というふうに世の中では呼ばれております、はい、カレンダーにもね書き込まれてますよね、はい、はい、よくあの農協のカレンダーとか製糖工場のカレンダーには大体入ってるんですよね。沖縄の人たちがあの欲しがるということですね、情報が、はい、私も昔あの介護用品の会社とかですね、はい、保険予防の、仕事した時に、役所のですね健康カレンダーを作るっていう仕事もちょっとやったことがあるんですけどね、まあ、原型はあのメーカーさんが作ってあるんですよ、はい、そこにオリジナルのこの市町村の行事とか あのネームを入れたりするんですよね、はい、その時にこの六曜入れますか入れませんかということを聞くわけですよねあの当時は僕も意味は分からなかったけど、はい、あのメーカーさんのセールスがこういうふうに聞きなさいっていうふうに言われたもんですから、その通りに、セールスの時に解説していったら、はい、あ入れてほしいとか、あ入れなくてもいいとかいろいろあるんですけども、はい、結構沖縄の場合は入れてほしいっていうのが多かったんですよね。なんかやっぱり便利なんでしょうね。そうですね、あのはい、でもこれが果たして、いかがなものかっていうのはほとんどの方々が分からないままに、ね、使ってるんじゃないかなと思いますね、はい、実これもですねこの先生が言うにはお坊さんが言うにはですね、中国から伝来したものであってですね、日本には室町時代に取り入れられたっていうことですね。はい、これは、最初はどういったものかあの始まったかというと、先ほど言いましたね、事の成り立ちっていうのね、実はこれもあの
この商売占いで、使ってたものらしいんですよね。損をするか あるいは得をするか、あるいはまたトントンですね、はい、まあ、よく商売で行ってこいとかって言うんですけどね、うん、まあ、そういうふうに、儲かるか儲からないかっていうような、あのそういった占いをしながら、あの、まあ、ちょっとゲーム感覚的にやってたと思うんですよ、昔中国ですね、うん、それが、時代を経て実は日本に入ってくるんですね。日本に、入ってきたのはいいんですけども、日本では、明治大正昭和そして現代まであるわけですよね、うん、でも元となった中国は、あるいは台湾も含めて、これは迷信だからやめとけということで、うん、もう今では使われなくなってるらしいですね、はい、まあ、そういったものも、日本では、これが未だにずっと使われている。中国ではすでにですね、昭和でいうと10年頃に、台湾の、 あの総会席っていう方がですね、六曜は迷信であるゆえにカレンダーから抹殺せよという命令が出まして、中国では昭和10年頃、日本でいう昭和10年頃から生活改善運動が始まったこの六曜はカレンダーから抹殺されていると。製造元がいわゆるこれは迷信だというふうに、ね、捨ててしまったんですけども、輸入した我々日本人は、はい、まあ、今現在でも、大事に使っている。そしてこれにはやっぱり並びがあるわけですよね、はい、これ並びっていうのもですね、実は、日本に入ってきてからは明治に入って結構変わってきてですね、字も変わっているし、うん、順序も変わっている。そして、はい、この並びがどこがどうだったのかっていうのは誰ももう今では分からなくなってきているっていうのが現状らしいですよ、はい、ですからこれは信用できるものじゃないっていう、ね、これクリスチャンが言ったんじゃないですよ、お坊さんが言ったんですよ、はい、間違えないようにですね、まあ、私はお坊さんが言ったこの冊子を読んでるんですけども、はい、そういうふうにしてこれは迷信だよということを明確にこの冊子の中にはこの名工、住職が、述べてますね。そして友引きっていうふうに字で書くとどう書きますか、はい、友を友人ね、引く、はい、はい、友達の友に引っ張る、はい、引くっていう字ですね。でもこれもね、先ほど言いました字も変わってきてるって言いましたけど、もともとの字は京っていう字なんですね。まあ京といえば共に生きるとかですね、はい、共同体とか、はい、共産主義の共ですね、はい、その共、これを、共に引っ張るので、はい、商売で言ったら勝負なしっていう意味から来たものらしいんですよね。だけどいつの間にか日本に伝わっていく間に、はい、友達の友を引っ張り合うというような字に変わっていったというの、ね、でこの日は、沖縄の人も日本人はお葬式しないですよね、うん、そうですよね、はい、友引きは友引きはね、はい、うち の家内の兄は葬儀屋さんしてるんですけどね、はい、葬儀屋さんのカレンダーには友引きがねもう四角く黒くですね潰されてるんですよね、これは友引きだって一目瞭然に分かるように1ヶ月単位で全部枠がつけられてるんですよね。ですからそこはお葬式基本的にやらないよということを示してるんですけども、この名古住職が言うには決してやっていけないということはどこにもないって書いてますね。そして火葬場も空いてるよと、ちゃんとできるよということで、でもやっぱりたまに死亡広告見るとやっぱ入ってるんですよね、はい、葬儀の予定がですね、はい、お知らせが、まあ、そういうふうにして、実際はやってもいいし、やってはいけないというのは、はい、最初に言ったあくまでも迷信なんですね。これね、これも私が言ったんでもないし牧師が言ったんでもなくて、あくまでも、お坊さんが言った話ですね、そういうふうに書いてるんですね、はい、まあ、そういったものが、今日まで、迷信として伝わっているっていう。ですから今ですね聖書箇所で読みましたね、はい、
はい、愛する者たち霊だからといって皆信じてはいけません。それらが神から、あ、霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです、書いてますね、うん、はい、あ、またあのツイキャス来てますね。そうですね、はい、大塚さんからいつものような感じで、こんにちは、埼玉からツイキャス見ています。こちらは晴れ30度、暑いですね。まだ暑いですね。はい、蒸し暑いですが一時は過ごしやすいですということですね。少し焼けましたか？私、はい、荒垣さん焼けましたよね、はい、あ、まあ、うん、焼けてる、焼けてますよ。あ、そうですか、うん、焼けてます、やっぱりね、選挙焼け、はい、選挙になるとやっぱり焼けるんですね。あ、そうなんですね。そうそうそう、で、また初めての方もいらっしゃいますね、テディさん。お、はい、これは何だろう、スタンプが来てます。お、何のスタンプだろう、なんかツイキャスのあれですね。ツイキャスのね、はい、そうです、ありがとうございます、はい、あ、大塚さんですね、時代の流れのよって変わってくるんですね。友引きが引き分けだったのか勉強になります。さすが馬先生すみません、馬引っ張ってますね、馬、はい、ね、これもね、馬好きですもんね。私が言ってるんではなくて、うんうん、この冊子に書いてるものを読んでますのでね、うんうん、しかもこれはね、あのクリスチャンが言ったんじゃなくてお坊さんが言った話を、それも面白い話ですよね。面白いですよね、はい、それをまあそのまま読んでるだけなんですけどね、はい、推奨する側ではなくて違うよっていう側、そう、ね、本来だったら逆の立場ですもんね。そんなね、イメージもあるのに。じゃあなんで友引きがあるかっていうこともね、明かしてるんですよね、はい、実はね、仏教界ではね、その日はお休みにしたり会議をしたりするから都合よく使ってるっていうのが実際のところらしいですよ、はい、もう一つ仏滅ってありますよね、はい、どう書きます、字は。仏が滅びる、うん、滅びる、うん、仏、人弁に無って書いて、はい、仏ですよね、仏が滅びる、まあ仏が滅びるのが1週間しょっちゅう来るっていうのもおかしな話ですよね、はい、まあ、これも実はですね、字の始まりはですね、はい、物が滅びるなんですよね。あ、物なんですね、はい、物が滅びる、はい、全然違いますね、全然違いますね、はい、これが日本に来た時に字がなぜかしら変わったっていうふうに言われてますね。で、やはり結婚式となると大安吉日、大安ですね、大安吉日とか吉日とかって言いますよね、はい、うん、これもまたですね、どうなのかなということで、いろんな、じゃあ大安の日にはいいことだらけだったのかっていうことですよね。そうですよね、うん、ね、アメリカのジェット機がね、昔ね、はい、まあ、何年前かな、我々が生まれるちょっと前ですけどね、うん、石川市、今うるま市になってますね、うん、宮森小学校に、ジェット機が墜落したんですね、うん、その日は、大安だったというふうに書いてますね。あ、はい、そうですね、で、第二次世界大戦が始まった日も、大安だったというふうに書いてますね、全然当てにならないそうですね、まあ、でも政府はね、大安に戦を始めたら勝つだろうと思って始めたということらしいんですよ。あ、そういう意味での大安なんですね、うん、はいはい、でもね、面白いことにね、時間差がありますよね、はい、アメリカと日本では時差が、だからアメリカでは実は仏滅だったんですね。一日ね、うん、違うんですよね。違いますよね。アメリカは仏滅、日本は大安、うん、この戦にさあどこが勝ったでしょうかということですよね。負けちゃいましたよね、はい、だからもうほとんど当たらないっていうのがお分かりいただけるし、迷信っていうのがですね、そうですね、はい、あと方角についてもいろいろと書いてあるんですね。もうこれはちょっと読み応えがある冊子ですから、はい、ぜひですね、まあ、もう手に取って読んでいただければと思いますね、はい、あと、もうそろそろまた、曲を言ってからお話ししましょうか、はい、はい、はい、太陽おやすみThank you.
結局そのマークってこうそばになんか会話してるスタンプがあるんですけど、はい、それと影響してるんですか。会話してるスタンプ、スタンプっていうのはなんかキャラクターみたいな、ありましたっけ。前からありました、ありましたよね。これ多分これがなんか飾りみたいな、たまにそうこれはなんかこれに関係あるのかなと思って。あると思います。面白い。こうやってこういうなんか幕みたいなのを、うん、なんかプレゼントじゃないですか、なんかやったりするのが、ね、なるほどね。面白いですね。私もこの番号は何なの。このあの陽子さんがこの大塚さんに、うん、こうね、あの挨拶してます。お、うん、二人の会話、あ、二人の会話、いろんなことができるんだね、うん。嬉しいはず。ちょっと言ってたらね。あの画面上でどうしね、本当前は心配してましたもん。ね、いいですか。西目牧師に出てもらった。ハンサム。面白かった。どんどんダジャレ出てくる。上がってきますね。あの猫のキャットは使ってますよね。キャット目を。中国が全部廃止にするっていうのは面白いんですよ。うん。確かに。ね。お互いこうやり取りしてるんですよね。通信便利になりました。字が変わったのが面白いですね。普通に仏面師さん、仏が物だったのね、うんうんうん、物だったって意味が変わるとかはなんかありそうですけど、うん、文字がね、共に引くも本当当てにならないですね。そう、やばいとか、神ってるとか、何マジ神とか言いますよね。なんかもう私聞いてたらもう本当複雑、うん、こんな神を乱用しないでと思う。前ほら切れるも、頭が切れるとかだったじゃないですか。今違う意味で使うでしょ。前は褒め言葉だったの、今は切れやすい人、カチンと切れるということね、はい、そう悪い意味で使うっていうか、うん、そうか、以前は全然違う、うん、ね、褒め言葉で、彼は切れがいいとか、うん、切れるから、頭が切れるから、ピカイチっていうのはね、切れるっていうか、もう今全然、切れ物だって言ってたのね、反対の意味で、切れキャラとかね、カチンと切れるそう悪いように褒めてない、全然ぶっちぎれたね。それで新しい聖書もゆるゆるしたんだよね、今回。あ、そうなんですね。
何十年ぶりかに。聖書の中でもつぶやくって出るんだけどね、つぶやくっていうのは愚痴を言うとかっていうのが元々の言葉だったらしいんだけど、最近はツイッターをつぶやきっていうからね、だんだん解釈が違ってきてるから。それでじゃあもう聖書も変わる、そうそう、時代のともにやっぱり変わってる。十分も十分も。十分とも言うし、十二分とも言うんだよね。なんでなんでだろうな、あれね。確かに言葉は難しいですね。コマーシャル。便利な言葉ですよね。だからよって言ったら、もう全部それで終わっちゃう。あの関西の人がなんかいろんなこと言って知らんけどって言うらしい。知らんけどってそれでってなって、まあ知らんけどって言ったら。でもこのだからよっていうのを沖縄の言葉でなんていうの？だからよ。うん。その元となる。元となる。聞いたことあります。聞いたことある？はい。だから古い人たちは安息とてっていうね。安息とて。面白い。あ、だから今安息とて。はい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。ツイキャスが。曲の間にもですね、どんどん入ってきてまして、ですね、ありがたい。はい、大塚さん、ありがとうございます。はい、まあ、日本語は、特に難しいかもということでね、いろいろと漢字を、交えながら、はい、解説してもらってますがね、十分、十分、ね、数字の10を書いたり、アラビア数字の10分、そうですよね、はい、って書いたり、まあ、いろいろ読み方も、様々ですからね。にゃおこさんと大塚さんの会話も面白いですね。知らんけどはよく使いますって、合ってるから発音、とか、あと昔とまた全然違う使い方ということですけど、本当に言葉って難しいですね。だからよ、だからよ、とだからよは沖縄の人が使う便利な言葉、はい、うん、これで全部丸って終わっちゃう。だからよも、もともとのうちのアンチはアンスクトテーという、それから始めて、ね、これも覚えていただければですね。セットでアンスクトテー、まあ年寄りはよく言いますよね、いい、アンスクトテーって、だからよ、そういうふうに言ったりするんですけども ね、 面白いですね、私たちは、まあ、いつの間にかだからようになってしまいましたね。便利な言葉ですよね、はい、うん、都合よくいくらでも使えますねこれね。はい、また続けていきたいと思うんですけども、はい、仏滅の話とかね、方角、方角、はい、それとか、時間、まあその前にね、どれでしたかね、あ、仏滅もね、もうちょっと詳しく言うとね、はい、まあ、商売の話から来たって言いましたよね、商売占い、はい、儲かり真っ赤、今日は損するかなとか、ぼちぼちでんな、ぼちぼちでんなとか、ね、トントンでんなだったと思うんですけども。仏滅っていうのは、野菜とかね、そういった品物が、集まってこないとか、仕入れがうまくいかない時にもう売るものがないとかっていった時にはもう仕事にならないんで、仏滅っていうふうに言ったらしいんですよね。まあ、そういった表現の中から、物が、滅するものがないっていうことで、仏滅っていうふうにもともとは書いてたらしいんですけども、いつの間にか、それが、日本に来た時には、仏が滅する、滅びるっていうふうになってしまった。なぜ仏に、はい、そうね、そういうふうにしてですね、文字と意味も全然違う方向に行っちゃったっていうのが、ね、この迷信ですね、はい、面白いですね。面白いですよね、こういうこう流れに行くっていうのもね、はい、これもちょっといかがかなと本当思うよね、こんなにまで漢字が全然違う方向に行くっていうのですね。
あと生まれ年ってもいい、はい、ありますね。あ、はい、え、これもですか。とか12年に1回年寄り数字、はい、ありますよね。ありますね。青年祝いと言いますか、あれは、はいはい、これも干支でこうぐるぐる12回やりますね。1回回るわけですよね、はい、じゃあ12年にね、はい、よくその時に横断幕よく沖縄でかかってますよね。同窓会もね、年寄り祝いとかありますね、年寄り同窓会みたいなのありますね、はい、ありますね。私たちも何年か前にやったことがあるんですけどね。そうなんです、はい、沖縄ではクコント群青とかね、はい、あら、何ですかこのククンツ。ククンツ言えないけど49歳50歳ぐらいの時がちょうど当たり年になるのかな、年ぐらいだ、うん、まああと、まあ、61、うんうん、そういった時に生まれ年というか当たるわけですね。その時にはよく何をやってもいけないみたいなね、あ、厄年とか、はい、あ、そうそう、厄年ですね、はいはい、厄年って言いますね。結婚してもダメ、旅行に行ってもダメ、矢打ちしてもダメ、矢打ちわかります、はい、ああ、引っ越し、はい、引っ越し、矢打ち、通行もダメ、あ、ダメダメ尽くし、はい、通行、何もかも通行わかります、通行ってあれですよね、一年期とかね、はい、うん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 、まあそういった法事みたいなのですね、はい、まあ、仏教の中ではね、うん、はい、そういったのも、生まれ年はダメっていう、これダメダメ尽くしをやってると生活できないですよね、はい、できないですね、はい、不便ですね、はい、でもこれにはやっぱり言われるゆえんがあるって書いてるんですね。うん、なんでこれはもちろん迷信ですよ、迷信、はい、迷信だけど、やったらダメダメだっていうのが、まあ、なんとなくなんとなく、伝わってきて、生まれ年は気をつけなさいよとかよく言われるんですけども、これもやはり話の、成り立ちというのですね、はい、一生人間生きてる間っていうのはやはりね、立ち止まって少し自分を見つめる時間とか考える時間とか、そういったのもたまには作りなさいよっていうような意味合いで、12年に一度はちょっとね、立ち止まって反省するとか、生活についてちょっと考えるとか、まあそういったものをちょっとチェックするって言いますかね、そういう意味で始まったものが、実は、迷信にすり替わっていったということらしいんですよ。確かに それだから休みやすいっていうのもありますよね、うんうん、はい、こう言われてるから休みますみたいなね、ですよね、そっか、確かに、まあある意味では、心を改めて、うん、まあ、もう一回警戒したりですね、まあ、仕事についてもですね、じっくり考える、まあ、人生を見つめ直すというような時もやはりそういった節目節目で覚えておけば、都合よくそういったのを意識するだろうというのが、もともとはじゃあそこだったんですね、ということから、これがいつの間にかこの年には何かがあるんだろうとか、うん、恐れのね、恐れになってきて、怖いとか、まあ、はい、生まれ年にはあれもしていけない、これもしていけないっていうふうに言われるようになっていった、逆になっちゃったんですね。そうですね、うん、恐れに変わっていってるんですよね、はい、まあ、こういうふうにして、いろんな迷信というのがですね、はい、世の中にはいっぱいあるなというのがありますね、うん、でまた日向の話とか仏壇の話も書いてあるんですけどね、あ、すごい、いつか仏壇についてもですね、はい、ちょっと詳しい先生、こう私お招きしようかなと思ってるんですよね、はい、今日程を調整してますので、この先生が、来ていただける、日程がアイバですね、はい、スタジオに呼びたいなと思うんですけども、これはもう私の前振りですね、詳しいのはこの先生が来た時にもっと詳しく話していただくと思うんですけども、はい、仏壇は仏教にはもともと位牌はなかったって書いてますね、うーん、意外ですね、意外ですね、釈迦の時代には位牌はなかった、うん、それが仏教がビルマ、ベトナムを経由して中国に輸入された時に、中国で位牌というものが出来上がった、うん、まあ、中国にはまあこういう仏教を連代する前にはまあ土着信仰みたいなのがあったわけですよね、うん、それは人間が亡くなった場合にそこにその人の生命とかそれらの上に位を書く、
まあ、肩書きありますよね、みんなね、うん、会社で言えば社長さんとか部長さんとかね、はい、私たち議会で言えば議長とか副議長とか、うん、まあ、なんとか委員長とかっていうふうに肩書きがいっぱいあると思うんですけども、まあ、それに該当するようなものですね、今風に言えばですね、はい、あるいは、なんて言いますかね、貴族だったら男爵とか、うん、そういった肩書きがつきますよね。そういったものを板切れの中に書いていった、いわゆる位っていうのは、まあ、位って書きますよね、うん、ですからもともとはそういった肩書きから来たものだったっていうふうに言われてるんですよね、うん、これがもう中国に仏教が伝来した時になんとなく土着の信仰とマッチングしていったんでしょうね、これがね、うん、それがいつの間にかやはり沖縄にも入ってきたり日本にも入ってきたり、はい、ということで、ついにはこれが法名とか戒名とかそういったものに変えられていくということですね。でもクリスチャンはもともとそういったクリスチャンネームってカトリックの方々はよくつけますよね、うん、つけますね、はい、まあ、それに実は習ったとも言われてるんですよね。あ、そっか、はい、そういったものに、あ、なるほど面白いねということで、何か節目で亡くなったという変わり目に、はい、位牌にそれを書き記すということになってきたんですね。うん、位牌もよく見てみるとですね、沖縄は表に本名を書いて裏に戒名を書いてるっていうのがあったりするんですよ。はい、うん、本土はほとんど、戒名が表で裏が、本名があるらしいんですよね。まあ、よく見る機会はクリスチャンはあまり少ないかな、はい、僕はたまに見たりするんですけどね。そしたらどっちもありましたね、はい、だから結構本堂を真似したものとか沖縄人はあまり意味がわからないし、またもともと親しみがある名前を表にしたっていうふうに、まあ、都合よくそう書いたんでしょうね。そういったものもあったりするわけですよね。ですからはっきり言ったらどっちでもいいかもしれませんね。確かにそうですよね、はい、どっちも大丈夫、うん、でこれをまた処分するっていう時にどうするかっていうことですよね。みんなこれやり方がわからないもんですから結構お寺に持ってくる人がいるらしいんですよ。でもうなんでお寺に持ってくるのかって聞いてもやっぱりそういったものはお寺で、なんだかんだで供養みたいなものをしてね、ちゃんと処分って言いますかね、処分という言い方はしないと思うんですけども引き取ってもらうっていうね、はい、ことをやるもんだというふうに思い込んでて持ってくるらしいんですけども、うん、まあ仏教では決してこういったことはやらないってまた書いてるんですよね。ですから自分で何とかした方がいいんじゃないのっていうふうにね、まあ焼いてもいいんじゃないですかっていうふうにこのお坊さん答えるらしいんですよね、うん、そうしたらねお願いしに来た人だった時にね、なぜかしらびっくりするらしいんですよ、うん、これを焼いたらやられるっていうふうに言うんですよ。祟りが、はい、いや、やられるってやられるの見たことあるのかなとかね、うん、やられるって何なのかな、うんうん、まあそういうふうに罰が来ると思ってるんですかね。なんか罰が来るみたいなのを恐れをおののいてですね、うん、まあ自分でこれを処分することがなかなかできないっていうことで、うん、お寺に持ってくる。あるいはまたねこの前ね別のラジオ番組に来た昔そういったものをいっぱいやってるけど今クリスチャンになったおばあちゃんが、うん、もうこの位牌とかどうも置き場がないんでこの中本屋に持ってきて納めてほしいということで引き取ったっていうのがあったらしいんですけどね、うん、そしたら位牌が たくさんこの仏壇の上神屋の上にいっぱい並んできたらしいんですよね、はい、でもこれもなんで引き取るのか、なんで引き取らすのかもあんまり意味は分かってないんですよね、うん、まあ、自分の手元に置きたくないんでしょうね。なんか多分そうだと思いますね。ね、だから、うん、もうこのおばさんがいらなければ捨ててもよろしいと思うんですが、沖縄の人には、これに魂が入っているという書いてるんですね、うん、思ってるって言ってますね。にゃんこさんからすごい、すごい、うん、ツイキャス来てます。にゃんこさんがですね、この間家の中にたくさん貼ってあったお札を燃えるゴミに出しました。ハレルヤ素晴らしい、うん、これもお札なんだなんだろう、ね、すっきりしましたよね、多分ね、よくわからないんですけども、はい、
また結構ね沖縄人はあのあちこちから買ってるみたいなんですよね、うん、はい、で自分たちがどういう信仰を持ってるかっていうのはあまりないんですね、うん、浄土真宗のものから買ったりあるいは、他のね、大殿寺とか新教寺とかそういう自分たちの、関係がないようなお寺からこう求めたりするっていう、わ、はい、まあ、からないのに買っちゃうという、うん、だからこれには、基準がないからこうなると思うんですよね、うん、基準さえあれば、同じところからしっかりと求めるところから皆さん買うと思うんですけども、うん、もうほとんどが、そういう基準がないから、あちこちから求めて、で処分することはあまり想定してないんで、そうかもですね、買うだけ買って、買うだけ買ってね、貼ったままみたいな、貼ったまま何十年も貼ったままっていうのが、うん、基盤でしまって、よくあの家の柱にも見かけると思うんですけど、かえって怖いというね、うん、これっていうのは いつまで効力があるんだろうなって、ね、思ったりするんですけども、うん、期限があるんですかね、うん、みたいな確かにご脈になると思っちゃいますよね、うん、まあ、あと死者とかお墓の話とかですね、いっぱいありますねこれね、で迷信ではどのようにして作られるのかっていうこともですね、まあ、結構あのいろんなあのちょっとした言い伝えの中からどん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 あの話の展開が広がっていって、もうあの迷信って作られるらしいんですよね。かえって迷信のこと分かると恐れがないので、うん、分かる方がいいですよね、知ってた方がいいですよね、根拠がないからね。あとあの、うん、女性の方は、はい、あの経験されると思うんですけども、はい、妊娠した場合に、あ、犬の日あ、なんか昔任されました、ね、満5ヶ月の犬の日に、はい、腹帯をするという、ね、安定期に入るとってことですよね、うん、これも、腹帯、岩田帯っていうふうに言うらしいんですけどもね、うん、今帯じゃなくてですね、なんかタイツみたいな、なんかスポッて入るのがありますよ、ね、これもあの昔の人たちの中から、うん、宮中でやられてた、歴史があってですね、うん、まあ、それからだんだん始まっていったらしいんですよね、安産祈願みたいな感じですかね、うん、はい、これもあの逸話っていうのが結構書いててですね、うん、もう全くあの安産とは関係ないような話から、うん、始まってるようですね、うん、これもう時間がないんで、はい、もったいぶって私は話しませんお二人また新しいツイキャスが来られてますね、うん、そうですね、うなじゅうさんと宇宙からこんにちはこんにちは皆さん、あ、お久しぶりですね、なめ学生から来ました、こんにちは、どこにあるんでしょうアメック星って、うん、じゃあもう一曲行ってから、はい、お届けします、お願いします。まあ、昔です、もう1000年ほど前の平安朝時代に藤原、道長の娘で藤原の明子という人が天皇陛下の側室として宮中に入っていた、そして妊娠した、いよいよ臨月になりまして、御三夫殿、つまり、産屋っていうのを大釣りになり、そしていよいよ陣痛が始まって、今日生まれるか明日生まれるか、みんなが心配している時にどこから来たのか、一匹の子犬がその御三夫殿に下の方で遊んでいた、その、廊下の下へ入っていって何を考えたのか、その子犬は木沢橋、すなわち橋五段を登って、このお産する部屋の方に入っていったんですね。これでびっくりして、助官たちが取り押さえてそれを遠くにあります。そして今陣痛が始まって、
何だか苦労しておられるときに犬がこんなところで遊んでいるが、これ何らかの、前知らせではないか、悪い、前知知らせではないかということで、宮中のお召しが抱えの駅駅舎にこの話をして、これが調べたら、犬とお産との関係を書いた本があったって、それで答え分からなかったけどもトンチンカンだったんだけども、それで適当に答えたっていうのが、犬がただ遊んでたって、うん、犬が来て遊んでるの見て陣痛始まっちゃったん、うん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 、それで悪い前兆こじつけだ、まあ、たまたまそういうふうに赤ちゃんが生まれて男の子だって立派な、男の子が生まれたとかっていうね、じゃあ猫だったら猫、うん、なってたかもしれないですね。ここから子、犬と陣痛とお産が結びついていったっていうね。面白い。深い意味ではないんですね、あんまり、うんうん、犬自体が全部安産だと思ってたから、うん、犬になんていうのあやかってとかと思ったんですけど、違うんですね。全然違う。うん、そういうのも調べないと本当になんか。うん、信じますね。石岩島の話も書いてあるね。ああ、石岩島ね、本当そうか。沖縄にしかないですよね、石岩島。ね、珍しいかも、石岩島。どこにもありますよ、どこでも石岩島、うん。だいたい突き当たりとかに置くわけですからね。あれも魔除け的な。うんうん、だい角っこなのからあの犬がおしっこかけるみたいなね、犬がおしっこかけるね。ああね、聞いたらなんか誰かの名前、ね、名前ですよね。シーガンと中国の人がすぐ読むんですよ、ね、シーガンタンって、石のことシーっていう、シーガンタン、中国語読みで読むんですよ。中国にもあるんですか、これ。中国からやっぱ来たんでしょうね、これね。あ、犬のトイレ犬が引っ掛けるっておしっこ。そうですよ、あの下の低いあたりにあります、ね、うん、うん、結構もう犬の目印になってるんじゃないかな。はい、開けたらお祈りどういうんですかね、残り何分ですかね、まとめにまとめてから、ね、20秒前です。はい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デービルをお届けしておりますが、はい、もうエンディングに近づいてまいりました、はい、あっという間でしたね、はい、はい、F 大塚さん、その土地の当たり前は地方の人では珍しいが多いです、うん、沖縄は楽しいですと書いてますね、ありがとうございます。ありがとうございます。うなじゅうさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いろいろとあれこれ、迷信についてですね、はい、あの飛ばしながら話してまいりましたが盛り上がって、盛り上がっていましたね。にゃんこさんもありがとうございます。こういう番組の中でしか話できないんで、聞いてくださった皆さんですね、迷信にぜひ引っかからないようにですね、ちゃんとしたあなたの基準を持ってください。基準は聖書にあります。
聖書を読んでいただければ、基準がはっきりと明確に分かってまいりますので、聖書と出会ってください。はい、今日も番組を聞いてくださった皆様の上に、イエス・キリストの恵み祝福が、永遠にありますようにお祈りいたします。多くの皆さんの上に、祝福の御手がありますようにお祈りいたします。このお祈りを主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン、 アーメン、感謝します。はい、はい、来週も来れるかどうかは分かりませんが、来れるように努めてまいります。はい、ぜひぜひ。また忙しくなりそうですね。なんか口調が凱旋口調になってしまいますね。あ、なるほど。あまり気づかなかったですけど、あ、職業病。お手を振っての5000円ありがとうございます。遠藤からの5000円しっかりと受け止めてまいります。そう、慣れた頃に終わっちゃったから、ちょっと家の中でやってましたよ。はいはい、しっかりと受け止めました。へえ、はい、恵方塚さんありがとうございました。楽しかったです。はい、はい、またスタジオに遊びに来てください。お待ちしております。そうですね、ぜひ。はい、はいはい、また来週、はい、バイバイ、さよなら。はい、5000円ありがとうございます。そうよね、子供の時5000円受けてないのになんで俺言われるのかなってね、思ってましたね。はい、ありますね。ではまた来週、来週お目にかかりましょう。はい、ありがとうございました。さようなら。